です。本日はですね、ブレーキのオーバーホールしていきます。動画でもね、散々言ってるんですけど、どうしてもシールの方が、損傷してしまって、こうなんかチリみたいに、なんか、多分ね、熱オーバーヒートなのかな、でどんどんダメになってこう出てきちゃってて、で一応漏れてはないんで、ちょっとにじんではいるんですけど、まあ多分このにじみぐらいはまあ許容範囲なのかなっていう、ちょっとわかんないですけど、ですごい漏れちゃってるわけではないんで、でただね、ちょっと動きやっぱ悪いかなっていう感じもあるんで、でまあブレーキフルートは毎年交換するし、まあちょっと面倒くさいんですけど、レーシングキャリパーっていうのもあるんで、しっかり毎年ちょっとオーバーホールしてます。一応もう3回目です、これオーバーホールで。去年は初めて自分でちょっと挑戦してやったんですけど、で今回はリアは1回もやったことなかったんで、リアもちょっとオーバーホールしていきます。はい、という感じでね、まあレーシングキャリパーなんで、基本的にはまあサーキット用というか、まあそういう熱が入る設計とかでも作られてるし、まあ、街乗りは向きませんよっていう感じですね。ダストシール、ブーツもないし、はい、まあレースなんかはね、もう本当毎回バラしてってやってるから、ね、不具合出たりしないんですけど、我々素人は走って毎回毎回オーバーホールするわけにもいかないんで、まあしょうがないのかなという、まあそこはもう割り切ってるんで、一応あとはまあちょっと現状どういう状態なのか見てもらって、でちょっとオーバーホールの作業を取っていこうと思います。じゃあちょっとまずパッドをちょっと取っちゃいます。でね、パッドもこれもうほとんどないです。実際にキャリパーの後ろからとか見ると、こんだけあるんですよ、ここね、パッドの魔材の部分が。で基本的に魔材の部分ってこの線、スリットが入ってるところよりこっち側だけだと思ってて、もうこっちまで来るとほとんど、まあ接着剤じゃないですけど、あんまり制度に使えるような材質じゃないのかなっていうふうには思ってるんで、もうこれはもう完全に替え時です。で一応新しいのももう注文してるんで、このオーバーホールのタイミングでちょっと交換していきます。でやっぱりパッドが分厚い方が熱伝導率っていうの面でも考えると、まあキャリパー本体にピストンとかから伝わる熱やっぱり違うと思うんで、新しいパッドの方がやっぱり 熱にはいいですよね、分厚いんで。ちょっと減りの誤差はありますね。外側の方が減ってるんだね。はい。で、これが左フロントについてた方か。です。ちょっとまあこう、にじんで、ゴミ、ダスト、ついてんのと、あとね、こっちはチリゲー見えないかな、今のところは。こういう感じです。
たキャリパーです。こんな感じで、これね、透明のなんかいるんですけど、これもしかしたらグリスかもしれないですね。この前ちょっと僕初めて自分で組んだんで、どれぐらい塗っていいのか分かんなかったんですけど、結構このプニュプニュがここにもこういるんで、ちょっと多かったのかな、それともこれでいいのかな、ちょっと分かんないんだけど、はい、ちり毛かどうかはちょっと外してみないと判断がつきにくいんで、一回ちょっと外してみますね。これ苦手なんだよね。グリスだね。そんなに固形にはなってないので問題なさそうだね。当たり面はちょっとざらつきあるかもしんないな、なんか、まあ、そんなに、うん、なんか前回ほどは傷んでないかもね。やっぱブレーキの冷却とかをきっちりやるようにしたのと、あと軽量化にもなってってるんで、車車重自体が、まあ、それでブレーキの負担減ってるのかなっていうのはちょっとありますよね。はい、そんなチリギア出てないね。あ、こっちはちょっとチリってんね。これピント合ってる？これほら、これこれこれ、そうだ、はい、このシールがピストンのこの戻る役割っていうか、こうなんだろう、こうバネの動きじゃないけど、こう沿ってみたいな、こういう動きになってると思うんで、ここがね、はい、これ多分動き悪かったりすると思うんですよね。はい、リアの方も一応分解が終わって、でピストンは結構綺麗でした。はい、特にこう固着しているところとかもなかったし、でピストンも結構抜けやすかったです。リアはあまり硬くなかった、固着してなかったんで、まあ
今回でも3年目、まあ、4年目に入るのか、もう3年使ってもう4年目になるんですけど、まあオーバーホールしといた方がいいけど、まあ、ぶっちゃけしなくてもまあいけるかなっていうぐらいな感じな気はしました。でもまあ やるに越したことはないんで、まあ、3、4年に1回やればリアはいいかなっていう感じですね。フロントはもう毎年やんないとダメだけど、リアはもうこれ見る感じだとまあそんなにやんなくていいかなっていうんで、はい、リアのシールも、まあ、多少ちょっとこうこの辺がちょっとほつれてきてはいるかな。多少はあるけど、まあそんなでもないね。あのチリ毛のまあなり始めのもう初期段階みたいな感じだね。これは多分まだそんなでもないです。まあ中もなんか特にゴミカス入ってるあれもないんで、まあリアは割といい状態だったと思います。ちょっと仕上げ今してたんですけど、リアね、これピストン、これここのあの跡ついてんのはちょっとあまりよろしくないですね。これね、これがもっとひどくなるとちょっと多分ピストン交換しないとって感じですね。まだそんなにっていう感じではあるんですけど、あんまりよろしくないですね、これは。はい、はい、ね、一応洗浄が終わったのでこれからシールを組み付けていきます。はい、一応はピストンもまあ問題ないかなという感じです。はい、で新しいパッドね、昔 CC40 サキットコンパウンド使ってたんですが、もうね、あの効きすぎと熱を持つので MX72 プラスで十分かなと思っております。でこのパッドの形見てもらうと分かるんですけど、VAB だけがこのモデルのパッドになってます。でそれはなぜかっていうと、ローターが 355mm で純正で設計されているので、そうすると、このキャリパーのラジアルマウントの方にこの角が当たってしまうんですよ、 355mm だと。なんですけど僕 370mm にしてますので、ここがあるタイプでも当たらないという感じです。まあこれだけの差なんで、パッと、まあ、聞きにどうのこうのっていうあれは関係ないと思うんですけど、一応こっちがつきますので、今回は一応ちょっとこっちがね、たまたま安く手に入るチャンスがあったので今回はこちらをちょっと購入してます。まあ今後こちらかなとは思います。まあこっち使えるならね、はい、という意味で、あの VAB、GRB、GVB とか WRX 系はこれが支点になってます。 355mm の時だけ、はい、370の人はこっちも大丈夫です。はい、で、パッドなんですけどだいぶ違いますよね、溝が。はい、すごいよ。これ昨シーズン
通して1シーズン使ったのと、で去年は半分ぐらいかな、半シーズンぐらい使ったのかな、まあ1.5から2シーズン使ったパッドがこちらで、こちらが新品なんで、まあ正直1シーズンかな。で、あんまり熱入らないコースだったら、まあ、走ってもいいと思うけど、これぐらいでも、一応ね、まあ効くは効くんでね、止まるんでね、まあ安牌に行くならやっぱ残量はあった方がいいですね。はい、そんな感じです。はい、そしたらシールを組み込んでいきましょう。フロントセットなので4個ずつきちんとあるか。はい、弾力もやっぱ新品だとなんかあるような気もするな。やっぱこの縁が綺麗だよね、新品は。はい、この付属のシリコングリスがあるんで、まずシリンダー側にね塗っていきます。でちなみにあのキャリパーの方はあのしっかり水洗いして、でブレーキあのパーツクリーナーでやって、でしっかりエアーで水気飛ばして乾燥させて、で太陽光であのしっかり乾かしてから組み込んでます一応。これなんかシールの向きとかあんのかな、なんかさ、内側に入った方のゴムの方が飛び出てる気がする。それはもともとそういう形状なのかな、そういう風になる。そうっぽいね。これがね多分去年つけすぎたんで、さっき分解するときになんかいたんですけど、それ多分グリスですね、これの。まあ、結構聞くとね、多めに塗っといて損はないみたいなこと聞くんですけど、多分やりすぎもね良くない的な感じだと思うんで、去年はちょっとやりすぎたのかなっていうのはあります。ちょっとこれももしかしたらちょっと多いかもしれないけどね。メーカーでオーバーホールもらった時のやつをバラした時はあんなにグリス出てこなかったんで、
よし、じゃあこんな感じで、はい、入ってます。ピストンもちょっと入れてみましょう。あ、きつい。もうきついわね。もうバージンなのかしら、また。反発が強いな。あんまりグリグリやるとさ、シリンダー壁をこう傷つけそうで怖いよね。入ったけど、このピストンの周りからグリスが出てきてるから、ちょっと塗りすぎかな。ちょっとまあそれは拭き取ろうかな。まあでもここについてるとさ、あのここでダスト、あのゴミを拾うんで、この隙間に入る前に多少ね、なんかグリス出てても俺はいいんじゃないかなとかと思うんですけど、どうなんでしょうか。入れるの慣れてきたね。やっぱ濡らしてあげないとね、入れるときは。あ、硬い、やだ。ちょっと何、おお、イエス、よし、オッケーオッケー。じゃあ次もちょっとやっていきます。あとブレーキフルード交換する人はちょっとこれ VAB 向けに注意喚起というか、もう昔から言ってますけど、当初からこのブリザータンクの方仕切りがあって、この奥の方がクラッチフルードなんですよ。でこっちの手前のところの空洞になってんのが、ブレーキフルードになってるんで、混ざるとね、銘柄違ったりすると、まあなかなかないんですけど、ちょっと固形物になるというか、ちょっと相性が悪いと、そういうのあったりとかするんで、うん、できれば銘柄は一緒にしてあげてください。なんで変える、ブレーキフルード変えるときはもう必ずクラッチフルードも交換してください。ここで一応ね混ざっちゃうんで、はい。で、エア抜きが、こちらがブリーダー、あそこにあるオペチンですね、オペレーティングシリンダーがここにね、ここにあるんですけど、ね、これね、普通にエア抜きするとエア抜きできません。なんでかっていうと、ここにあるんですけど、オペチンが、これエアーって高い方に
空気溜まりますよね。こっちに溜まってるんですよ。なのにこっちにブリーダーがあるんで抜けないんですよ。これをだから一回外して、これを上向きにこうやってあげて、で僕の場合オペチンの場合は僕は負圧で抜きます。まあブレーキも負圧で抜いて制圧でやってとかやるんですけど、このオペチンに関してはもう負圧で、エア抜きしなくてもいいんであれば普通に制圧で抜きます。でオペチンに関してはブレーキみたいにワンウェイが効かないんで、一回踏んだら閉めて離して、踏んだら閉めて離してってやらないと、エアが噛みます。はい、そんな感じでちょっとオペチン外して、ここね工具がねなかなか入んないんですけど、やりにくいんですけど、ちょっとそれは外してやっていこうと思います。はい、一応全部終わりました。エア抜きもね、しっかりやって、で各部漏れもなし、ブレーキ強く踏んでも漏れもなし、でちょっとね今回負圧で抜いたんで、ちょっと完璧にエア出てないとは思うんですよ。で一回、まあ、軽く熱入れてあげてこうしばらく走って、でまた最終的にちょっと少しだけちょっとピッとエア抜いてあげて、まあほとんどね変わんないんですけど、一応やろうかなとは思ってます。そんな感じです。で一応フルードはねちょっともう、はい、これは極秘でございます。内緒のフルードでちょっと最強のフルードを手に入れたんで、はい、という感じで、で一応ねフルードも1リッターしかなくて不安だったんですけど、まあ、均等にやってねやったんでこぼしてもないし、大丈夫です。で今もうフルードも満タン入ってるんで、でパッドも新品でフルードの量そんないらないっていうのもあるんで、でエア抜きするように少し満パンにしてあるんで、はい、でここもちょっとインタークーラー外すチャンスだったんで、ホースちょっと切りました。ここ長かったんでね、ちょっと、はい、うん、そんな感じかな。一応まあ、はい、これで全部交換 OK です。今何時だ、4時ぐらいかすごいかかったね。朝6時ぐらいからやってるんですけど、はい、10時間ぐらいですね。まだ終わってねえか、あと1時間ぐらい片付けとタイヤつけてとかあるんで、はい、という感じで今シーズンもねこれでちょっと一安心で走れるかなっていう感じです。はい、まあちょっとまだまだ少しやるところはあるんですけど、とりあえずまあ大体準備は整ったかなという感じです。はい、じゃあ以上です。Thank you.